はい、それではですね、物理フラクチオマティクス論、7月の14日、2022年7月14日の物理フラクチオマティクス論の授業を始めたいと思います。今日が2022年度の物理フラクチオマティクス論の最終回となります。それで、ですね、クラスルームの方の、チャットの方に、授業評価アンケートの、URL を貼り付けておきました。はい。こちらの方で、皆さん、この授業が、この、今日の授業が終わるまでに、ここで回答の方をお願いします。そんな時間かからないはずです。で、URL クリックして、チャットに貼り付けた URL クリックして、そして、そこで、アンケートに回答した上で、この、Google Meets から退出してください。ぜひご協力のほどお願いいたします。それでですね、今日の話は、ここに、この、ホワイトボードの一番上のところに、DOI ナンバーを、書いておいたんですが、これ、Google Classroom にも URL が貼り付けてあって、それで、あとは僕のこの講義用に作った、ホームページにも貼り付けてあるんですが、はい。この、レクチャーノート、僕の、レクチャーノートの中の262ページから、268ページ。これ、レクチャーノートです。ここの262ページから268ページまでの話をしていきます。で、その中でちょっと必要になる、あともう一つは、その中で、必要になるいくつかの行列のですね、演算に対する公式があります。それがどこに書いてあるかっていうと、どこに書いてあるかっていうと、それが214ページから、214ページから220ページまでに書いてあります。ちょっとそれをまず最初に、214から222。はい。こちらが、括弧の中に書いた方が、これが、行列の演算に対する公式をいくつか用意したやつです。そして、それをもとにして、今日は、トランスバースイージングモデルと言われている、量子アニーリングで一番、使われている、量子力学的な確率モデルですね。これの、鈴木トロッター分解の話をしていきます。はい。で、そのために前回の授業でやったんですが、で、それでこのレクチャーノートは皆さんどこからでもダウンロードできます。ダウンロードできます。オープンアクセスにしてあるので、自宅からでもどこからでも無料でダウンロードできますので、ぜひ皆さんこれダウンロードして見ながら聞いてください。で、その中にテンサープロダクト、あるいはクロネッカープロダクト、で、もっと昔はですね、直積、ダイレクトプロダクトって言ってたんです。ダイレクトプロダクト。20年近く前は、30年近く前は、ダイレクトプロダクトという言葉で、の方が一般的でした。今は、テンサープロダクト、テンソル積とか、クロネッカー積とかいうふうに言われてます。この、丸にバッテン印です。で、この定義は、この講義ノートの 10.236 式に書いてあるのと、前回の後半の部分でここの演算の仕方はこれ説明したので、ここでは省略します。このことを知っているということを前提にお話ししていきます。はい。で、定義は簡単ですので、10.236 式、こいつダウンロードしてみてください。で、これそのままタイプするのめんどくさかったら、この Google Classroom のですね、この授業の、講義ノートっていうの、レクチャーノートっていうことで、やっぱりこれ書いてありますので、こちら、スプリンガーのページですからね、スプリンガーのページ。サブレクチャーノートじゃなくて、メインのレクチャーノートの方です。はい。で、それで、まずテンソル積ってあって、このテンソル積、A とか B って行列です。
で、I は単位行列です。単位行列です。で、A と、A と単位行列、そして単位行列と B の、テンソル積ね。これの指数関数、こいつはこういう風に書けますよと。エクスポネンシャル。で、行列のエクスポネンシャルっていうのは線形代数学で教わるんですよね。これも前回やりましたが、こいつは、指数関数のテーラー展開のところの変数のところに A を入れて、A の1乗、A の2乗、A の3乗ってガーッと出てくるってやつです。はい。これで定義されるということで、それに対してこの、式が、成り立つ。これの、証明は 10.258 式のところに書いてありますので、これも興味ある人は見てください。一応ですね、きちんと、式、途中の式を省略しないように書いておきました。はい。そして、その上で、SZ と SX っていうのはそれぞれ2行2列の行列で、パウリマトリックスとか、パウリスピンマトリックスとか言われてます。で、量子力学でもともと出てくるときには、これ、頭に2分の1って係数がついて、パウリスピンマトリックスとして出てくるんですが、ここでは省略して、こういう形で書いてあります。はい。ということです。それで、これに対して、あと単位行列と、それから0という行列を、2行2列でそれぞれ、これ全部2行2列です。導入してやります。で、例えば、2つしかノードがない場合、1番と2番という2つしかノードがない場合に、それに対して、この SZ とか SX っていうのを、1番のノードに対する SZ としてはどういうふうに、定義するかっていうと、最初の、1番目、これ横に1番目、2番目っていう言い方をするんですが、1番目に SZ を置いて、2番目に、単位行列を置いて、そして、テンソル積を作ります。てか、2番目の、ノードに対する SZ って言ったら、1番目のところに、順番からして1番目のところに単位行列を置いて、2番目のところに SZ を置いてやります。で、テンソル積を作ります。はい。それから、今度 シグマ X ですね。シグマ X の場合には、今 SX とか SZ とか、シグマ X とか、シグマ Z ですね。はい。すいません。シグマ X っていうこの行列に対して、1番のノードのシグマ X っていうものを割り当てるときには、このときには、シグマ X を1番目に置いて、単位行列を2番目に置いて、テンソル積を作ります。それから、2番目のノードに対するシグマ X っていうものを作りたかったら、1番目のところに単位行列を置いてやって、2番目のところにシグマ X を置いてやる。そうすると、それぞれこういう行列になります。こんな行列になります。このテンソル積の定義に従えば。それぞれこれ4行4列になってます。最初のところ、ここが単位行列で0。これ、そのままただ、そこに並べてください。この上の行列。そうすると、4行4列の綺麗な行列出来上がりますから。はい。ということです。はい。そして、その上で、もう一つですね。よっこいしょっと。そう、下に下げます。はい。その上で、今度は、いわゆる量子力学で、ブラケット記号っていうのが出てくるんですね。ブラケット記号っていうのは、これファイマンの量子力学なんかを読んだ人は、お目にかかったことあると思います。ブラケット記号ってやつで、こっちがブラで、こっちがケットって言うんですけども、ブラの方は、これは、いわゆる、行ベクトルです。横に並べる方です。犬がなんか、こら、うるさい。はい、まあいいや。これ、プラス1っていうのの、ブラベクトルってのは1、0です。マイナス1っていうのは0、1です。縦ベクトルにするともうちょっとわかりやすいんですね。プラス1っていうのは、これは、要するに、スピン変数、スピンの状態変数がプラス1とマイナス1って今までイジングモデルでやってきたと思います。プラス1、マイナス1っていう古典的な状態に対して、こういう行列、こういうベクトルを横ベクトルと縦ベクトルとして書いてあるんです。で、ブラベクトルの方は横ベクトルです。ケットベクトルの方は縦ベクトルです。はい。ということです。そういう風にやって、この横ベクトルと縦ベクトルで、それぞれ S イコールプラス1、S イコールマイナス1っていう状態変数に対する値を、こういう風にベクトルで与えてあります。こういうベクトルのことを二次元の基本ベクトルっていう風に線形代数で教わるんですね。だから基本ベクトルを使って表す。こういう風に書いてあるんです。
はい。そして、その上で、1番目と濃度と2番目の濃度の両方合わせ技での状態をどう作るかっていうと、今度は、S1 っていう、状態。この S1 はプラスマイナス1がどっちかが入ります。S2 もプラスマイナス1のどっちかが入ります。そして、その2つに対するテンソル積をベクトルに対して作ってやるんです。ベクトルに対して作ってやります。ベクトルに対するテンソル積の、定義も前回の後半の方でですね、説明しましたので、そちらの方を参照してください。あるいは、僕のこのレクチャーノートの中の、214から215ページあたりに、ベクトルに対するテンソル積の定義も書いてありますから、そちらで見てみてください。とにかくテンソル積使って、書いてやります。そうすると、1、1に対しては、一番上が1で、あと全部0なんです。で、プラ1、マイナス1は、今度は2番目が1で、それ以外の成分みんな0です。マイナス1、プラス1、マイナス1、マイナス1も、これ S1 イコールプラス1、S2 イコールプラス1って意味ですからね。はい。という形で、こういう風にですね、4つのベクトルが出てきます。これは、4次元の基本ベクトルですよね。線形代数でいう、4次元の基本ベクトルが出てくるわけです。はい。そして、その上で、例えば、シグマ 1z かけるシグマ 2z って、これはこの2つの行列。さっき、上の方でまだの、見えてますよね。ここら辺に書いてある、このベクトル、シグマ z の記号の中で、シグマ1とシグマ2っていう4行4列の行列、両方かけなくちゃいけない。そうするとどうなるかっていうと、こんな風になります。はい。これ、要するにですね、一番上は、プラ1、プラ1の状態が並んでます。で、2番目、プラ1、プラ1、あ、プラ、2番目はこれです。これに対応するやつが出てます。で、3番目はこいつに対応するやつが後で出てます。で、4番目はマイナス1、マイナス1の方が出てます。で、この場合に単位行列になってるということはどういうことかっていうと、要するに、これの横方向のこいつと縦方向のこいつが両方とも同じところだけがプラ1、マイナス1、マイナス1、プラ1ってなっていて、それ以外のところは0っていう状態になると。これが、要するに、この場合が唯一、こういうふうに、この行列が、の対角成分だけが値があって、非対角成分が0になっている行列に対して、この行列に対して指数関数を使って、デンシティマトリックスを、構成したとき、のみが、いわゆる今までやってきた古典的な意味での確率的グラフィカルモデルと、1対1対応がつくんです。オフダイアオナルが出てきたら、古典的な、これまでやってきた従来の確率的グラフィカルモデルに、の、とは対応がつかない量子力学的に真に、拡張された空間まで、展開されているというようなことになります。で、S1Z と S2Z っていうのは、これは、いわゆる、これまでの イジングモデルでやってきた SI、SJ っていう項に対応してるんです。対応してるんです。で、こういう風に作っておくと、SZ でこう作っておくと、ちゃんと、元々の、今まで、6月中旬ぐらいまでにやってきた、イジングモデルと、の関係が完全につきます。そしてそこにもう一つ S1X、これ2ですね。すみません。S2X っていう項をここに付け加えてあります。係数はガンマって書いておきました。はい。これは、こういう、で、これ2ノードで、2つしかノードがない場合です。その場合に、この、この行列、形。はい。これを、ここに書いてある S1Z、S2Z、シグマ 1Z、シグマ 2Z。シグマ 1X、シグマ 2X の行列、ここに入れて、全部書き下してやると、こういう行列が出てきます。はい。こういう行列が出てきて、これで、これのことを2ノードに対する横磁場イジングモデルって言います。横磁場イジングモデル。下の方、ちょっと下に移しますね。はい。横磁場イジングモデルというふうに言ってます。こういうの。で、英語ではトランスバースイジングモデルというふうに言ってます。で、これですね。じゃあ、これこれが要するに、横磁場イジングモデルの、エネルギー行列になるんですが、はい。これに対して、例えばですね、乱数発生させて、これに対してのですね、状態を生成させようとしたら、どういうことをやらなきゃいけないかっていうと、まず、この4行4列の行列をですね、に対して、固有値と固有ベクトルを全部求めています。
固有値と固有ベクトルを全部求めてやって、固有値を指数の型に乗せたのが、確率で、そしてその固有値に対応する固有ベクトルが量子状態なんです。はい。量子状態になります。はい。というような関係なんです。で、2行2列だったら、4行4列だったらすぐ対角化できますが、これが、ただこのマトリックス4行4列、これ自体対角化、手で対角化するとそんなに綺麗な形にはならないです。ならないです。ならないです。ただ、とにかく数値的に対角するのはすぐできます。ただ、実際に、量子アニーリングとかなんかで最適化問題として使おうとするやつは、とにかく最低でもですね、例えば、濃度がですね、16個とか30個とか、そういうようなオーダーで来るんですね。そうすると、どうなるかっていうと、これは2濃度の場合だと4行4列です。つまり2の2乗かける2の2乗のマトリックスなんですよ。で、ところが、実際には、2濃度じゃなくて、例えば、4濃度だと、4濃度だと 16×16 ですね。2の4乗かける2の4乗のマトリックスですから。で、例えば、10濃度だと2の10乗かける2の10乗なんです。はい。20濃度だと、2の20乗かける20濃度、2の20乗濃度の、2の20乗行、2の20、乗列のマトリックスになって、それのすべての固有値と固有ベクトルを計算して、そして各固有状態に対する確率を、固有値を使って、対応する固有値を使って、確定させてやって、その上でですね、固有状態が生成されますかっていう話をしてやんなきゃいけないんです。ということは、巨大なマトリックスのフル対角化をやんなきゃいけないということで、大体ですね、世の中で動いている計算機で、フル対角化をきちっとできる、サイズっていうのは、せいぜいですね、2の20乗かける2の20乗くらいが限界だと思います。下手すると、黙って C 言語で黙って、行列を、取ろうとすると、4000×4000 のマトリックス1個取るので精一杯です。はい。メモリー解放しない限りはね。はい。というような形になります。で、4000×4000 ってのは大体2の12乗なんです。つまり、12濃度くらいが、おおむね限界なんです。皆さんが持っている、例えば、MacBook Pro とかね。ああいうのでやろうとすると、で、メモリー解放したとしても、12濃度が14濃度とか15濃度ぐらいまでいけたかどうか。ただし、一回対角化するのにどんだけ時間がかかるかというような、そんな話になってます。はい。で、大変なんです。大変なんです。なので、でも、いわゆる、統計量を求めるのに一番手頃な方法ってやっぱりモンテカルロ法なんです。モンテカルロ法なんです。それで、モンテカルロ法を使う上で、このままだと、なかなか難しいということで、そのために、どうしたらいいだろうということで、昔の先生方が一生懸命考えた。そして出てきたのが、鈴木トロッターフォーミュラと鈴木トロッター分解という話なんです。はい。ここで一回ちょっと切りたいと思います。2分ぐらいしたら、具体的にその鈴木トロッター分解の話をしたいと思います。はい、それではですね、今度は、鈴木トロッター分解の話、そしてもう一つは、それの応用例の一つとして、量子アニーリングなんかで、一番よく使われている、トランスバースイージングモデルに対する例、こちらの方の話をしていきたいと思います。横島イージングモデルというふうに、日本語では呼ばれています。トランスバースイージングモデルの話をしていきたいと思います。で、まずですね、鈴木トロッターデコンポジションということで、行列 A と行列 B っていうのに対して、こんなものを、考えてやります。
はい。で、これをですね、行列の指数関数の定義に基づいて書くとですね、指数関数のテーラー展開がガーッと出てくるんですが、ここに係数 x つけといて、x の2乗のオーダーまでで、以降は省略するよっていうランダムの記号を使うとこんな風になります。ランダム記号の定義については、これは僕の、書いた電子情報系の応用数学、朝倉書店から出ています。電子情報系の応用数学、朝倉書店から出ています。こちらの方のですね、6章の中に書いてあります。ガンマ関数とか出てきたあたりに書いてありますので、そちらの方で参照してください。この O の丸文字みたいなんです。これランダムの記号と言います。はい。それで、こんな形になります。そして、もう一つ、エクスポネンシャル XA っていうのと、エクスポネンシャル XB っていうのを同じように指数関数のテーラー展開の式に則ってガーッと書いてあると、こんな風になります。はい。で、いずれも x 2乗以降のオーダーは、x が0に近いところでは小さいとして、省略しています。そうするとどうなるかっていうと、この3つの式を比較し、この、要するにこの式を書いてあって、それからもう一つ、こちらの方で、このエクスポネンシャルの xa とエクスポネンシャルの xb っていうのをこう掛け算を書いてあるんです。こちらの方の。だから行列であるというわけなので、a×b と b×a が同じであるとは限らないということに意識しながら書いてやると、こういう風な形に、こういう、このエクスポネンシャルの xa×エクスポネンシャルの xb と、これ要するに指数関数の加法定理は成り立たないんだけども、この x が小さいときは、この x 2乗のオーダーで小さくなって、そして要するに、こういう、指数関数の加法展開、加法定理に対応するようなことが、その範囲では、近似的に成り立つんですよという話になるんです。はい。そして、その上で、じゃあ、このエクスポネンシャルの x×a たす b、a たす b ってこいつをですね、ここのところで、m 分の1乗して m 乗するっていうような形と合わせ混ぜて書いてあるんです、これ。はい。ここに m が書いてあって、指数の中身に m 分の1が出てますね。はい。その時に、こいつは、こういう形にかけて、そして、それが、成り立つのはどういうこと、時かっていうと、x 2乗と m を比べた時に、x 2乗の方が、ラージ m より著しく小さい。こういう時にこいつが成り立ちますよということが言えるんです。これが鈴木トロッター、鈴木トロッター公式と言われているものです。有名な鈴木トロッター公式と言われているものです。で、鈴木先生というのは、鈴木正夫先生という方で、現在も、ご高齢ですが、物理学会などで活躍されている方です。元は東大の、東大の理学部の教授で、その後は、東京理科大の方に移られて、教鞭を取られて、そして、その間ですね、日本物理学会の会長も務められた方です。はい。で、それで、この公式があるおかげで、いわゆる量子スピン系というか、デンシティマトリックスを使って書かれた量子力学的に拡張された確率的グラフィカルモデルのですね、モンテカルロ法による計算っていうのが可能になったんです。初めて可能になったんです。こいつがあるおかげで、やっと可能になったんです。はい。で、ポイントはですね、例えば、D 次元の空間として、1次元の量子系を、量子力学的な体系を、2次元のですね、通常の確率的グラフィカルモデルのどれかにマッピングする公式なんです。はい。で、例えば、2次元の、2次元の量子力学的な、意味での、デンシティマトリックスで、書かれた、確率モデルを、量子力学的にそういう拡張された確率モデルだったら、3次元の確率的グラフィカルモデルに移ります。3次元の確率、量子系だったら、4次元の確率的グラフィカルモデルに移ります。それによって、いわゆる普通の確率的グラフィカルモデルのどれかにマッピングされるので、いわゆる確率的グラフィカルモデルだったら、マルコフチェーンモンテカルロ法は可能になります。そういうようなお話です。そのためのですね、突破口を作ったのがこの鈴木トロッターフォーミュラってやつです。はい。
それで、で、僕の、Google Classroom の授業か、または、これに対応するレポートのところに、その鈴木先生の、鈴木正夫先生のですね、日本の、物理学会で刊行している、Progress of Theoretical Physics という雑誌で、最初に書かれたんです。はい。で、それで、その、論文にリンクは貼っておきましたので、元論文も非常にわかりやすく書いてあるので、そちらで見てみてください。で、ここではですね、二つしかノードのない場合のトランスバースイージングモデルが一体どんな風なものに移るかという話を説明していきます。で、これです。1番と2番しかノードがなくて、まず、シグマ Z の相互作用の項があって、ここに、シグマ Z に対する、外場の項が入ってます。これは、もともと、で、ここまでで、終われば、実はこのモデルは、対角成分にしか、この行列、エネルギーマトリックスの成分として、対角成分しか値を持たないので、そのために、もともとの2ノードしかない、イジングモデルと、1対1に対応します。ところが、ここに、ガンマという横磁場の項が入るために、これは、量子力学に拡張されて、元々の、このままで、このままでは、このままでは、確率、元々の従来の古典的な意味での確率的グラフィカルモデルと対応がつかないということになるようなことになります。で、その場合なんですが、まず最初に、この H をとりあえずボルツマンファクターとして挙げてやります。はい。で、そして、その上で、それをですね、この中身を代入したときに、この、対角成分しかないところと非対角成分があるところで分けます。二つの部分にこうやって、あえて二つに分けてやります。分けた上で、上の式を使ってやるんです。はい。そうすると、こんな風に書けます。はい。この鈴木トロッターフォーミュラ。で、M っていうのはこれトロッターナンバーと言ってます。はい。ラージ M のことをトロッターナンバーと言ってます。それで、そして、これ無限大にしなきゃいけないです。ただし、M は無限大に持っていかなきゃいけない。はい。というようなです。で、この式なんですが、この中身は行列が M 個かかってるだけなんです。同じ行列が M 個かかってるだけなので、その中の1個だけですね、左から取り出します。そして成分、それぞれの行列の成分の積という形で書くとこうなります。行列の成分の積っていうのをブラケット記号を使って書いただけで、ここのところは aij の代わりに a のタウ1コンマタウ2って書いてるようなもんです。はい。で、そういうようなもんです。ここは行列の足です。a の ij 成分のことを a の下付きの ij って書きますよね。あの下付きの ij なんていうのに当たるやつがこれです。これです。で、行列の積、だからこれは要するに行列の成分、行列の積であるよということを成分を使って書いたんです。はい。ということです。そして、それをですね、一個ずつ抜き出して書いてやると、結果的にこういう式になります。はい。で、これで、タウカッコ1の方に、タウカッコ1が出てきて、その次にここに S っていうのが入れたんですが、今度は、ここのところで、次のやつを出すときに、次のやつを出すときに、次の行列の足をこっち側に入れて、その上でまた、この、二つのこの行列に対する積の成分のところをタウカッコ2で書いたんです。一個ずつ抜き出してやると、ここまで来ます。ここまで来ます。はい。ここまで来ます。はい。で、これで確率的、従来の確率的グラフィカルモデルに、マッピングできたぞというふうに思うのは甘い。甘い。甘いんです。あ、そうそうそう。ちょっと待ってくださいね。はい。もう一回説明します。ちょっとリアルタイムの人たちに、画面を下まで移動するのを忘れて話し続けたので。はい。もう一回話します。少しギュッとこうやって。はい。もう一回ちょっと説明します。すいません。ここのところで、まず、行列の M 乗がついてるんですね。で、M 無限大ですね。そして、その中の、この M 乗の中の1個だけ抜き出します。1個だけ抜き出して、成分の、行列の掛け算を、成分での表示に書き換えて書いてあるんです。成分での表示に書き換えてあります。はい。ということをやります。そうすると、こんな風になります。で、もう1個抜き出す、順番にやっていくと、ここまで来ます。ここまで来ます。で、いっぱい出てくるんですね。で、こう、同じ式がですね、M 個出てくるんですよ。M 乗ですからね。同じ式が M 個出てくるんです。
で、間のところのブラケット記号は、要するに、これは、行列の AIJ、A という行列の IJ7 のことを AIJ って書きますよね。A の下付きの IJ。あの下付きの IJ を、これはどういうことかっていうと、この下の方に書きますが、A の I コンマ J ってやつを、こう書いたということです。こういう風に書いたというだけです。はい。こう書いたというだけです。あ、見えないね。A の IJ っていう、A の IJ っていうですね、ポイントは、A の IJ っていうのは、A の IJ っていうのはこう書いたと。そうするとどうなるかっていうと、どうなるかっていうと、A×B っていうのを、A×B っていうのを、珍しく、ちょっとボケたかな。あ、カメラの方がちょっとですね、焦点が追いついてなかったです。すいません。例えば、こいつをこんな風に IJ のこう書きます。これとこれ同じ表現です。で、下付きがやたらと出てくるのは嫌なので、こっちで僕書くことにしてるだけの話です。その時に、A×B っていうのを、A と B の間のところをですね、成分表示で書くとこういう風に書けるんです。はい。これが A×B っていうのを成分を間にかました場合の表現です。この成分のことを何か直交関数形を使う間にかまして、表現するとっていうような難しい言い方をする人が時々いるんですが、で、基本的には単に行列の足をちゃんと書いたというだけです。行列の足をちゃんと書いたというだけです。ちなみにこちら側の下付きの形で書くと A×B っていうのはどうなるかっていうと、どうなんでしょうね、これ。A×B の IJ 成分っていうのはどうなるかっていうと、ここに K 書いて、そして A の IK、B の KJ になりますよね。はい。なりますよね。なりますよね。こういう風に線形代数で教わりますよね。これ、これが A×B の IJ 成分を全部成分で書くとこうなりますよってやつですね。それに対応するものなので、ここのところはそれに対して、こいつを、ブラケット記号で書くと、A×B の IJ 成分っていうのは、こうなるわけです。こうなるわけです。こうなるわけです。この式とこの式同じです。同じことを言ってます。で、こちらの書き方で、この AB っていう掛け算のところを成分を間にかまして書いたっていうのを全部やったのが、で、M 乗をそれできちんと書いてやったのが、この式です。はい。よいしょ。で、それをですね、それを最初から全部書くと、全部書くとですね、わけわかんなくなるので、M 乗の中の1個だけ取り出すとこうなるねって言っただけの話です。はい。というような、ことをガーッとやってやるわけです。はい。よろしいでしょうか。これが、鈴木トロッター分解の正体です。はい。で、何が言いたいかというと、やってることは、最初のところで、鈴木トロッター分解ということで、鈴木トロッターフォーミュラーを準備しておいて、それで、m 分の1して、ルート、m 分の1乗して、m 乗するぞっていう式を書いておいて、そして、その行列の m 乗ってやつをですね、真面目に成分を使って、一番下に書いてあるこの式をですね、ひたすら使ってですね、成分で書き下してやったというだけの話です。はい。だけの話です。はい。で、だけの話なんですが、で、これで終わりじゃないです。こっからが大変です。
こっからが大変。で、こっから先の計算がうまくいく場合とうまくいかない場合があります。で、そのポイントはですね、どこかというと、ちゃんとまだ皆さんの見えてるところにあるな。そうですね。はい。それはどこにあるかっていうと、はい。ちゃんと見えるようにズームかけていきましょう。それは、ここの分け方なんです。これ。この分け方なんです。この分け方を、今は、その先うまくいったのはこの場合だったんです。これ以外の分け方だと途中で沈没することがあります。で、これをどう分けるかっていうのが物、要するに、数理的なセンスなんです。はい。このトランスバースイージングの場合には、これを、この分け方でやるとうまくいきます。この分け方でやるとうまくいきます。ただこれをですね、さらにですね、複雑なことで同じようにやると沈没することがあります。具体的な例を言うとですね、量子ハイゼンベルグモデルって僕の授業の中ではですね、名前だけちょろっと出したけど、でも実際には説明しなかったやつなんです。あれの場合にはですね、これと同じやり方ではダメで、もう二工夫ぐらいいります。キーワードだけ言っておきます。いわゆる量子ハイゼンベルグモデルの場合は、チェッカーボードデコンポジションっていうのを使うんです。チェッカーボードデコンポジションっていうのを使うんです。これはまた、ギアが3段ぐらい、いや5段ぐらい上がるような話です。で、ここではとにかく、まずこのトランスバースイージングモデルだけについてお話していきます。はい。で、この後の計算は裏側に書いたので、ちょっとだけ、休憩して、また、続きを話をして、いきたいと思います。2分ほど休憩します。それではですね、鈴木トロッターデコンポジション、それで鈴木トロッターフォーミュラーがあって、それを使って、2ノードしか、2つしかノードがない場合のトランスバースイージングモデルについて、鈴木トロッターデコンポジションをやると、結果的にですね、こういう形、この、謎の式、謎の長い式まで来ますよというところまで、話をしてきました。で、ここから何をやるかっていうと、この、間に入っている、この、2種類入ってるんです。よく見るとわかるんですが、J と H しか入ってないやつと、ガンマーしか入ってないやつがあるんですね。そのそれぞれの行列表現をきちんとですね、書き下してやるっていうのが次のステップです。次のステップです。なので、この下に書けないので、裏に書いてあります。よいしょ。はい。それがこれです。で、どうするかというと、よいしょ。はい。まずですね、J と H しか入ってない方ですね。これの成分について、書いてあると、これ対角成分しかないっていうことは、S1 と Tau1 が等しくて、S2 と Tau2 が等しいところしか値が出てこなくて、あとは全部0なんですよ。いいですか？対角成分しか出てこないっていうことは、S1 と Tau1、S2 と Tau2 がそれぞれ等しい。つまりそこにクロネッカーのデルタが入っていて、そしてそこの成分はそれぞれこういう値になるわけです。これで、ほら、ここのところでもう、イージングモデルが出てきちゃったんです。2ノードのイージングモデルが、これで出てきちゃったんです。はい。で、2番目、今度はガンマーしか出てこない方。こちらはですね、こんな簡単じゃありません。こちらどうするかっていうと、まず第一に、ここの中身、指数関数の中身をですね、シグマ1とシグマ2、これをちゃんとですね、クロネッカー積を使って、まず最初に書いてやるんです。
書いてやった上で、書いてやった上で何をするかっていうと、ちょっとだけ裏面、ま、出しますね。よっこいしょ。大体同じところに書いてあるんです。よっこいしょと。はい、ちょうど出てます。僕のこのメインのレクチャーノートですね。こちらのスプリンガーから出ているメインのレクチャーノートの方の英語のレクチャーノートの中の 10.258 式のこれを使うんです。これ。こいつを使います。この式を使います。これです。これを使います。これを使います。これ、証明きちんと10.258 式に書いておきましたので、時間がある時でいいですから、ぜひ一度でいいから見てみてください。はい。ちゃんとこれ証明できます。テイラー展開の定義に従ってきちんとやると証明できます。はい。で、258式を使うと、よし。はい。そうするとどうなるかっていうと、よいしょ。この式がこういう風に化けるんですよ。はい。で、ここ、単位行列と、指数関数の行列表現の、クロネッカー積になっ、テンソル積になってますから、結果的にはですね、こちら側は、タウ1と、このタウ1にしか言わないんです。この間に実は本当は、ちょっとかますんですが、まあ、要するに、タウ1と、S1 の等しいところしか、この、前の項は出てこなくて、後ろの項は、タウ2とシグマ2のに対して依存するところしか出てこないです。で、こんな形に書き換えられます。はい。で、その上で、この中の行列の指数関数ですね。あ、間違ってますね。ごめんなさい。今直して、すぐ直します。こちらはシグマ X で、こうなります。はい。こうなった上で、こうなった上で、で、これ直積、直積をきちんと書いてみるとちゃんと出てきますから、それは自分で確認してみてください。それで、直積をきちんと書いて、二つの変数に対する表示で書いた上で、さあどうなるかなっていうのをちゃんと見ると出てきますから、そこは自分で確認してください。で、とにかくこんな、ここまで来ます。で、その上で、この行列の指数関数を、ですね、これを、ちゃんと行列で書いてあります。どうやるかっていうと、それは、前回やってお見せした、話と同じで、この、指数関数の中身をまずですね、対角化します。固有値と固有ベクトル全部、計算して対角化した上で、指数関数の定義に従って、固有値に対しての、要するに対角行列、真ん中のところを指数関数でまず書いてやってまとめてやるとこれが出てきます。はい。です。なので、とにかく、この中身を固有値と固有ベクトル全部求めて対角化してやるっていう、その操作をやると下の形が見えてきますから、それは自分でやってみてください。はい。こんな形になります。そして、ただし、タウ1、S1、タウ2、S2 っていうのが、タウ1と S1、タウ2、S2 はここに出てきてるんです。もともと。そういう形で出てきます。これが、こちらの、方の成分をきちんと書き下したやつです。で、それを使って先ほどの式に入れてやります。どこに入れたかもう一回確認しましょう。それは、この表現の式をですね、よいしょ。はい。さっきやった、この、怪しげなですね、長い式、成分で、行列の M 字を全部、成分で、行列の M 字を全部ですね、行列の成分を使って、この一番下の表示ですね、一生懸命分解していったこの式の一つ一つにですね、代入してやるんです。はい。そうすると何が出てくるか。そうすると、よいしょ。これが出てきます。はい。で、これ、実は一
番最初のところはですね、イージングモデルで、2番目のところはですね、ここの、J と J プラス1って書いてあるんですね。上のところね。というようなことになってるんですよ。それを、で、この一つ一つのですね、行列の成分で書いたんだよって書いたところをですね、それぞれ全部ですね、並べてやるとこういう風な、結局、この赤い中身はですね、量子力学的な体系じゃなくて、全部、ここのところも行列の成分書いてるだけですから、なので、結果的にこいつらはですね、ただの、この赤い丸の、赤でくくったところはですね、結局、この、赤でくくった、最初のここのところは、このエクスポネーシャルの何がし H って言ったら、これは、密度行列の表現であって、非対角項がある量子力学的な体系なんですよ。ところが、それを、トロッター分解して、そして各成分の、表示で書いてやった上で、行列表現きちんと計算してやるとですね、こういう形になりまして、これは結局ですね、こういう風に、2m 個、2m プラス1個かな ?2、2×m プラス1個の、状態変数に対する、確率分布になってる。古典的な確率分布にこれで置き換わってしまうんです。それを、ビジュアルに分かりやすく書くとどうなるかっていうと、このまま突き進みますが、よっ。はい。ここにあります。もともとはトランスバースイージングモデル2つしかノードがなかったものが、横方向はノードなんですよ。そして、縦方向を M 分割した、こういうはしごの形をしたですね、グラフ上の確率モデルに移るんです。イージングモデルに移るんです。これ、それで、今言った、こいつなんですが、この先の、この括弧書きで書いたところの成分のところをもっとちゃんとやると、もうちょっと計算を進めると、実はこれですね、SI と S の1番の J と S の1番の J プラス1の間のイージングモデルの相互作用にきちんとなってるんです。SI カッコ J かける SI カッコ J プラス1になんか相互作用のかかった形のモデル、ボルツァンファクターがこれで出てきます。出てきます。出てきます。だからただのイージングモデルになっちゃってるんです。これ。これでなってるんです。はい。で、計算省略してありますが、僕のメインのレクチャーノートの中にはそれがわかるように書いておきました。はい。ので、そこの標識は自分で後で、時間のある時に見てください。はい。で、結果的に何が出てきたかっていうと、結果的に何が出てきたかっていうと、もともとはトランスバースイージングモデルに2つしかノードがなかった場合の量子系が、量子力学的なデンシティマトリックスの表現が、いわゆる、これ、はしごですね。ラダーの形をした、こうし、グラフ上の、で、だから幅が2のラダーの形のした、イジング、グラフ上のイジングモデルにマッピングされちゃったことです。はい。で、M は、どのくらい分割したらトロッターナンバーと言っていて、基本的にはこれ M 無限大に持っていかなきゃいけません。それで、トランスバースイジングモデルを、例えば1次元のチェーンで考えたらどうなるか。で、一次元のチェーンで考えたら、どうなるかっていうと、今度は一次元のチェーンがこういう風な正方向子状のイージングモデルに移ります。そんな話は僕のメインのレクチャーノートの中の 10.428 から430のところに結果だけ同じようにやればということで書いておきました。で、それで、この、今日お話しした話は、Google クラスルーム上の、Google クラスルーム上の、課題の中の13番がこれに当たります。13番がこれに当たります。で、13番の課題のところに、この話を最初に、世界で最初に、論文にして、発表した、鈴木正夫先生の、論文も、リンクを貼っておきました。で、鈴木先生の論文もこれもすでにオープンアクセスになってますので、どこからでもダウンロードできるはずです。一度見てみてください。今日お話ししたような話がそのまんま、あの論文の中に書いてあるはずです。はい。ということです。一応ですね、これが、鈴木トロッターフォーミュラーを使った、鈴木トロッター分解というやつです。はい。
はい。で、これで何が分かったかっていうと、イジングモデルにマッピングできたので、イジングモデルの性質を調べることによって、このトランスバースイジングモデルの、性質も分かるということになります。で、それで、この話、実は、この先がありまして、この鈴木トロッター分解は、トランスバースイジングモデルだけじゃなくて、量子ハイゼンベルグモデルっていうやつにも、でも行われていて、さっきも、冒頭でちょっとだけ言いましたが、で、その場合というのは、今度は、もうちょっと、よし。その場合というのは、もうちょっとですね、ギアが入ります。で、チェッカーボードデコンポジションというような形になります。で、それを、それに対する説明を兼ねた課題が、課題の14番か15番に、挙げておきました。どっちだったかな？ちょっと今確認します。ちょっと待ってくださいね。15番だったかな。はい。課題の15番として挙げておきました。こちらはチェッカーボードデコンポジションという話で、いわゆる量子ハイゼンベルグモデルに対する鈴木トロッターデコンポジションの話です。はい。で、こちらの方もですね、数理的には大変面白い性質を持ってますし、それから、量子アニーリング、横磁場をかけた場合だけじゃなくて、横磁場をかけて最適解を求めていくっていうだけじゃなくて、それ以上に、専門用語になりますが、XX 相互作用とかそういうですね、ちょっと、変わった相互作用を入れたりしてアニーリングをするっていうのにも、いう方法も提案されています。はい。そういうところにまで踏み込もうとすると、量子ハイゼンベルグモデルはどうだったんだろうっていうことをですね、ちょっと調べる必要が出てくることがあります。その時に、別にこの、課題の15番皆さん今からやってくださいとは言いません。ただですね、必要になったら僕の課題も思い出してください。で、その課題と同じところにですね、量子ハイゼンベルグモデルに対する鈴木トロッターデコンポジション、いわゆるチェッカーボードデコンポジションっていうのは、どういうところで、本の中で紹介されているかっていうことを、もうリンクを貼っておきましたので、そういうところで参考にしていただければと思います。はい。で、一応ですね、これね、僕の、物理フラクチオマティクス論の授業は、大体、今日で最終回ということで終わりになります。で、最後、サマライズなんですが、口頭だけでやります。とにかく、一番最初に、この授業で、統計的機械学習ということで、何が一番重要だったかっていうと、基本的には最初は、周辺確率と、それから、最有法っていうのが大切だよっていうふうに話をしました。そしてその基本中の基本として、いわゆるですね、ガウシアングラフィカルモデルに対する EM アルゴリズムの話を、説明しました。で、課題出してくださった人には本当に敬意を表します。非常に大変な計算だったと思います。はい。で、あれをやってくださった方、本当にありがとうございます。あれがとにかく機械学習、統計的機械学習のですね、基本中の基本です。基本中の基本です。はい。なので、そこの計算は、一度は、やっぱり統計的な、機械学習を使ってデータサイエンスに取り組もうとする人にはですね、ガウス積分の公式をですね、駆使した、確率的、ガウシアングラフィカルモデルの EM 法の、式はですね、一度でいいから手できちんと出していただきたかったんです。はい。そしてその上で、そこに、じゃあ、ガウス積分の公式だけでは、太刀打ちできないような、確率モデルに対してどんな方法があるかということで、私が今日説明したのは、それに対しての、この講義で説明したのは、情報統計力学という立場で、平均場理論というものを、そしてその、先にある確率伝播法を使って、どうやってアルゴリズムを組んでいくかというところの数理的な部分を中心に説明させていただいたということになります。そして、実は統計的な機械学習っていうと、ああいう平均場理論の他にモンテカルロ法を使うというやり方もあります。いわゆる、一番使われているのはマルコフチェーンモンテカルロ法というやつです。で、最近にはそれをどんどんブラッシュアップして、交換モンテカルロ法なんていうようなものもですね、使われ始めています。
これはすごくですね、なんていうか、いろんな、従来の、マルコフチェン・モンテカルロ法だけでは立ち打ちできないようなですね、非常に複雑な経緯に対してもですね、非常にいい解を与えてくれるものの一つです。交換モンテカルロ法ってやつで、これはですね、日本では、誰が一番有名かというと、東京大学の福島浩二先生。東京大学の福島浩二先生。東京大学の福島浩二先生が日本では一番有名です。っていうか、彼が、福島先生が提唱したんです。はい。で、世界的に使われています。非常に有名な方法です。はい。というのもあります。ここでは平均場理論の立場でお話したので、モンテカルロ法の話はできませんでした。で、逆に、この、いわゆる電子ティマトリックスの、方法を使った表現による、量子力学的な確率、確率モデルの量子力学的拡張、電子ティマトリックスを使った表現。こちらの方については、時間が限られていたので、基本的にはですね、電子ティマトリックスとは何っていうことと、それに対して表されているものに対する鈴木トロッターデコンポジションの話だけしました。で、実は、電子ティマトリックスに対しても、周辺確率に対応するような、ものを定義することができます。これは、レデュースとデンシティマトリックスと言われているものです。で、その話をすると、今度は、確率伝播法を、量子力学的に拡張したものがどうなるかという話はできます。で、量子力学的に拡張したものがどうなるかという話は、実はですね、僕の、はい、よっこいしょ。はい。この英語のレクチャーノートですね。こちらの英語のレクチャーノートの中の鈴木トロッターデコンポジションの次のところに実は書いておきました。なので、興味のある人はそちらの方を読んでみてください。そこに、いわゆる、確率伝播法を、量子力学的に拡張した自由エネルギーの変分原理を使ってどうやって導いていくかっていう話。これは、僕のこの、英語のレクチャーノートの中、シュプリンガーから出ているレクチャーノートの中の、鈴木トロッターデコンポジションの前か直前あたりに書いておきました。平均場理論を量子力学的に拡張した場合も書いておきましたので、もし、興味のある方はそちらも今後参考にしていただければと思います。はい。で、大体、話したいことは終わりました。で、それで、ですね、とにかく、この授業、クラスルームを退席する前に、必ず授業評価アンケートの方をですね、回答してください。URL はすでにチャットの方に貼り付けてありますので、ぜひご協力のほどお願いいたします。お願いいたします。そして、レポートですが、すでに7月の上旬に、僕の方で、どのレポートが何点になるかということは、きちんと皆さんに、提示してあります。その上で、点数を満点の目安として、点数を加算していきます。なので、人によってはすでにもうですね、出してくれたレポートだけで全部満点だと100点をはるかに超えてる人もいるかもしれません。はい。で、それで、7月の29日までは、きちんとレポートを受け取って、そして、それをもとに点数を、正当に評価いたします。適切に評価いたします。で、それ以降に出してきた分については、これはどうなるかはわかりません。絶対にこれは加味しないとは言いません。絶対に加味するとも約束はできません。ただ、とにかく、成績報告の締め切りは、8月の15日の週あたり、8月の中旬です。なので、8月の15日の週の中のどこかで成績報告はする予定です。成績報告をしてしまったらですね、それ以降どうなるかっていうと、それ以降に何とかしてほしいというふうな、ご相談に対しては、例えば、69点満点で良ければ成績評価は考えますという形にしたいと思います。つまり、C 評価までで良ければ、成績報告した後に相談に来た、まだレポート出してなかったんですが、今は、これから間に合いますかというふうに言ってきた方に対しては、最大で C 評価を上限にしての評価で良ければ追加合格を検討いたしますという形にしたいと思います。はい。以上大体ですね、私が、お話しするべきことは大体終わりです。はい。で、半年間、かなり、しんどい講義だったと思いますが、最後まで、聞いてくださった皆さんに、深く感謝の意を表しながら、僕の授業はこれで終わりにしたいと思います。それでは皆さん、またいつかどこかで会うかもしれません。
はい。それまでごきげんよう。ありがとうございました。